小樽水族館。小樽水族館は、小樽水族館公社第3セクターが、北海道小樽市で運営する水族館である。1958年7月に、北海道博覧会の海の会場として建設され、1959年に、小樽市立水族館として営業を開始した。1974年に、新館、現本館竣工とともに、 第3セクター、小樽水族観光者による絵となった。豊富な種類の魚介類を展示している本館、イルカ・オタリアのショーが楽しめる、イルカ・スタジアム、アザラシ、セイウチ、トド、ペンギンなどが飼育されている、怪獣公園、遊園地、小樽宿信マリンランドで構成されている。怪獣公園は、自然の入り江を利用しており、海鳥も飛来している。 海岸から野生のトドやゴマフアザラシが迷い込むことがあり、そのまま飼育される例もある。営業期間は通常3月の春休み期間、以前は4月から11月までだが、2006年からは小樽雪明かりの道、札幌雪祭りと連動した陶器営業も行っている。2011年からは実質通年営業に切り替えた。 沖縄チュラ海水族館開業までは、東洋有数のスケールをキャッチフレーズにしていた。2008年まで生存したオスのネズミイルカの、ジロキチ、ジロキチが24年の世界最長飼育記録を持つ。ジロキチは、1984年、昭和59年に、スッツ町、シリベシ館内スッツ町沖で、低地毛にかかっていたところを保護された個体で、小田誠館長、当時によると、 保護した当時は歯も生い揃わない子供のイルカだったという。以後、水族館にて暮らし、高齢となってから視力がほとんどなかったが、2008年3月25日まで生存した。体長約165センチメートル、推定年齢24歳とされる。北海道と関隊に生息する魚類を中心に62、水槽を使い、約250種類5000点が展示されている。 ウミガメクリオネトも飼育展示されている。円形の水槽で展示。本館最大の水槽でサメ、エイなどが展示されている。2006年春からネズミイルカとアザラシ、ゴマフアザラシワモンアザラシが共存していたが、現在はネズミイルカのみとなっている。メイン水槽とサブ水槽が空中トンネルと水中トンネルで連結されている。空中トンネルは テレビ番組、一押し、で、コツメブリッジと命名された。2009年より、ニューミユキが出展している。それまでは、おったるグランドホテルの経営だった。別館の傍らにあり、カキは、桃色ペリカンが、飼育展示、陶器は本館に移動、陶器は、怪獣公園のペンギンが展示されている。怪獣、鳥類等13種約150点を展示。 カキのみ公開され、当記間は閉鎖される。ボスのガンタロウ、ユウをはじめとする7頭のトドが飼育され、隣接する海岸寄りのショープールにおいて、トドショーも行われているトドの繁殖に長けており、他の水族館へ育つ子供も多い。2009年6月18日に、ガンタロウとメスの梅のペアで出産し、さらに同月中には、カキとの間で妊娠中の子供が、 出産予定である。海岸寄りにある、ゴマフアザラシゼニガタアザラシプールとケアプール、恒例の動物用に、ゴマフアザラシゼニガタアザラシが、山側の、クラカケアザラシワモンアザラシいるに、クラカケアザラシワモンアザラシが、ウチカンとなりに、アゴヒゲアザラシが飼育されている。アザラシの飼育個体は、日本一多いとされている。 ゴマフアザラシだけで2009年5月点で33頭いる。いつからか、ゴマフアザラシゼニガタアザラシプールで飼育されているアザラシが餌のバケツを持った客が近づくと、前ヒレを腹や水面に叩いて餌をねだる仕草の動きを始めた本来は威嚇する動作であると、される。これは2009年4月15日放送の何これ、陳百景で取り上げられた。怪獣公園の ゴマフアザラシゼニガタアザラシプール、トドプールでは、それぞれ周辺のテントビサシで、餌の販売、200円、300円、500円、餌に使用される魚はイカなゴ、ホッケが行われており、購入者は給仕をすることができる。なお、客がアザラシに餌を与える、給仕することができるのは、当館のほか、輪っか内市立のシャップ寒流水族館、下高海中族館、 マリンワールド海の中道などがある。フンボルトペンギンとコマフアザラシ、ゼニガタアザラシのショーが行われている。ちなみにペンギンショーはペンギンが係員の言うことを全く聞かないショーとして知られており人である。オスの内オとメスのウーリャ、ふたシーパラダイスより繁入のペアで長らく飼育されている。年に日本においては鴨川シーワールドに次いで繁殖に成功し、 セータ、ユ優と名付けられたが、2006年に、自然が原因で死亡した。その後、二度の死産を経て、2009年5月31日に、メスの子供を出産。公募から、ツララと名付けられ、母子供に展示されて、2011年より、ツララはショーに出演するために、イルカスタジアムで飼育されている。ショーを引退したメスの、ミエと人工飼育により、 日本動物園水族館協会の繁殖賞を受賞したオスの王子、王子2002年生まれが飼育展示されている。怪獣公園にある浜茶屋を模した来場者向けの食堂、ニシンやツブガイなどの焼き物や蕎麦などを提供している。屋外に小規模の遊園地、ホタル宿身マリンランドが営業されている。水族館冬季営業期間中は積雪のため休業する。 遊具は観覧車、バイキング、ゴーカーアート、サイクルライダー、チェーンタワー、スピントップ、スカイライド、モーターボート、メリーゴーランド、クジラ列車、バッテリーカーが用意されている。入園料は無料。利用するには切符売り場で券を購入してから、遊具ごとに定められた点数分の券を払う、バッテリーカー除く。2008年より年間パスポートも発売されている。 入館締め切りは閉館時間の30分前となる。下記は有料だが、冬季は全写真無料である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。